はいこんにちはナガタカオですえワンプラスセブの方でこう、まあ、アップデートでカメラ性能とかまあ、その他、えー、アップデート情報とか話しましたけどもまあそのワンプラスセブンなんかはそのカメラ系のアップデートで画質なりっていうのが格段にアップしたっていう風にあの評価があったりしてるんですよねそんな中なんですけどもこいつ ASUS のゼンホンシックス はい、アップデートで、まあ、同じようにカメラ性能の,あのバージョンアップそしてあの AR コアに対応っていうところがね出てきましたまあ AR コアに対応っていうのは、まあ、文字通りそれだけでしかないですけどもカメラ性能というところではまあ新しく加わった機能とブラッシュアップっていうところが混ざってますまずは8倍ズームへ新たに対応しましたはい あのデ,ジデジタルでの8倍ズームに新たに対応したというところでそしてあのフル HD ビデオでのま動画撮影かフル HD の動画撮影の時に今まで時間制限があったんですけどそれをやめましたよというところ、はい、これ結構1個大事なところですであと音量ボタンを使ってのま動画の撮影の開始とか停止っていうところに対応しましたよあとは写真のノイズ低減これも結構大きなところ 言われてますもともとゼンフォン6自体は、えー、まあ暗所での撮影がちょっとねあの他のフラッグシップ同じカメラセンサーを搭載しているものと比較しても若干ちょっとノイズが走りすぎじゃないのみたいな指摘もあったんですけどここであのノイズ低減というところがねしっかりとなされてきたと画質が向上してきたというところになってます。またあのフリップカメラじゃ動作の、ね、安定性向上とというところも なってますし、まああとはこう細かなカメラ以外のところで言うと、まあ、あのスクリーンショット撮影でのバグの解消であったりとか最新の6月のセキュリティパッチに対応させれたというところになっています。でさっき言ったあのフリップカメラこのカメラの安定性向上動作も含めての安定性向上っていうとこですけどここがさっきのフル HD 動画での撮影の時間制限の撤廃というとこもにもあの少なからず あの影響をしているところであの全体的に、まあ、全本全体としてこのカメラを使った時の、まあ何ですかね、最適化っていうところがより進んだっていうところですよね。うん、今まではもともとはその、えー、このスマートフォン自体に、えー、少なからず影響を及ぼしたりとかまあ a s u s の理想とするパフォーマンスに達しないっていうところからねあの動画にもね 撮影時間の制限というのがかけられたんだと思いますけどもそこがまあよりその中のねあの最適化というところを進めることによってあのカメラ自体の動作が安定性が増したというところもそうだし結果的に動,作あの動画の、ね、撮影に対しても制限を設けなくても良くなったと。が満足 できるような、ね、ASUS が自信を持ってユーザーに届けられるようなレベルまでになったというところかなというふうに思います。またこの AR コアに対応というところですけどもあの他のスマートフォンでもねあの言われてますあのこれに対応するしないっていうところでも一部ではやっぱりそこ重要視されてます。まあ、今後ここの AR コアというところがやっぱ大きな なんて言うんですかねコンテンツというかサービスにもなっていくところなのでここに対応してるしてないかっていうのは、まあ、デベロッパーも含めてね関心が高まってるのかなっていうふうに思いますね。えー、と有名なあのもうすでにこの AR コアがどう,、ね、どういう,こうものが楽しめるのかっていう動画とかもあったりするんですけどなかなか面白いですよ。リアルタイムであのこの 空間に対して何かこうものをレンダリングしてそれを表示したりとかっていうとかもちろんできててそのクオリティがものすごい上がりますモーションセンサーも含めてあのそこに対してあの作り上げていくので今までの AR とはやっぱ一味も二味も違ったねクオリティのものが楽しめるようになっているあの例えばこの顔に対してそういう AR コアを使った何かしらのこうコンテンツをこう使うっていうふうになってくると まあ見たことあると思うんですけどまあ半ばプロジェクションマッピングにも近いようなよりリアルなこの顔に対して加工をリアルタイムでや,やってくれるものとかそういうものもなんかもうか結構ああのまあ、興味ない人は本当に興味ないとは思うんですけどそういう新しい何かこうエンターテイメントだったりとかまあそれがまあ今後その。 ビジネス面ですね。例えばその化粧であったりとかはたまた医療っていうところにもそうですけどもあのまたそのよく最近では一番こうなじみがあるのはこの空間の中での家電とか家具とかっていうのを購入それに対してのまあなんかこうカタログで選んだりしてそれをこう部屋に移すとそれがそのリアルな感じで出るあの Mac Pro のさ Mac Pro のやつとかでもあったりしたじゃないですか。 ね、ポンって盛り上がったでしょ AR に関してのことでさその当時 MacPro をこう映し出すやつでねその時の,の iOS かなんかでのその AR 技術っていうところであのすごいこうクオリティが高まってるっていうのですごくちょっと盛り上がったじゃないですかそんな感じなんですよこの AR コーやっ Google さんのやつもあの、うん、バチッとこれとこれ全く一緒ですっていうことではないけど、うん、端的に言うとそんな感じ まあ、だからそれぞれのやっぱ OS でよりその拡張現実っていうところで仮想かなり拡張現実っていうところでの、まあ、よりエンターテインメントもそうだしビジネス的なところでもそうだしよりこう便利にするっていうところもそうだしっていうところで結構いろ今模索がいろいろなされていてで今後そこに対してまた 5G っていうものが入ってきた時によりそのリッチなものとかっていうのをリアルタイムで何か知らせるとかつながっているもの同士でそこに同じ 同じこうものを見ながら何かするとかっていうのもできたりするようになったりするでしょうしいろんなこう可能性が広がるんですよねこの,この AR っていうところを一つとっても。だからそれに一つ、まあ、新しいバージョンでの AR コアにあのこの全本6も対応したというところですよなんかちょっと話が長くなったり飛躍しすぎたところもありますけどそんな感じです。 だから今回のアップデートっていうのは全本6の今のユーザーもそうだし最近ちょっとこうあの気にはなってたんだけど買うとこまで行ってなかった方にとっても結構魅力的なアップデートだったんじゃないかなっていうふうに思います。うん、でまたあの安くもね一部地域で安くなってきてもいますからねすでに。 前本6がだからそこら辺ちょっと調べてみると気になっている方は調べてみると結構お得に買えるようなところが見つかったりするかもしれません。最近値段下がってきてるところも出てきてるんでその日本国内のねあれでこうなんか正規輸入みたいなのでさ買えるとこももちろんありますけど、まあ、若干そのサイト自体が英語になっててさあれかもしれないけどちょっと頑張って探してみると割とその安めになっているところとか出てくると思うんで。 あの気になる方はちょっと探してみてはいかがかなと思います。ということでまた見てな。バイバイ